Miro, Heda.足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。全ての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。 政子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。 正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ。長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったな。先生さえご出陣くだされば。 志村家の旗だ。戦の最中、この旗が倒れるたび、叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の理。この先は岩場です。ここにも。 氏影、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに。行くぞ。猛虎の骸も置き去りか。無用ということです。 下ろしましょう。館に残っておれば妻とこの隣で眠れたというのに。有明へは遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。 かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるがな。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。 遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き、母が残るなど。これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病。 お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりません。そうだな。
将ども覚悟するがいい。まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。あれを森から来ます。キリがないぞ。これでしまいのようだ。その様子です。ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。豊玉で落ち合おう。一族の仇をすべて見つけるまで休んではいられぬ。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で、雅子殿。
ルボーザーテキフッ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 の里は飯島の集落です。隠れていたんですが、猛虎が湿地から村を攻めてきました。恐ろしい馬の稲鳴きと泥が詰まった蹄の音が。気づかれずに村に入り奴らを打ち払おう。かけろ、かけ。志村様と酒井様は敵がはびこる城の中へ正面から突っ込む。もし太刀のお手入れをいたしませんか。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。
硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。より頑丈になりました。また頼むぞ。
走れ。かけろ、かけ。Oh!
待たせてしまったな。はあ、来てくださったんですね。さあ、早く逃げよう。これを感謝の印として。サガイ様、さあこちらへ。御作の伝承を買った。ノリオだ。だが他の僧がおらぬな。
けろ、影。Hier bist besser. 70 坂井様、ノリオ、他の層はどこだ。弓を見て差し上げましょうか。恐れながら素材が足りないようです、お侍様。では。少しでもお役に立てたでしょうか。
酒井様。ノリオ、他の層はどこだ。村のクスシを訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか。方針が猛虎に従ったおかげで。抗う者は殺し、従う者に褒美を。やつらのやり口だ。手向かえばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたに過ぎません。そのために我らがおるのだ。どこへ行ったか分かるか。茶畑の向こうへ行きました。足跡をたどるぞ。仲間は無事でしょうか。治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が通じぬ獣ですよ。ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。お探しのものがあるといいんですがね。さあどうぞ。助かった。ここで良い知らせをお待ちしてますね。槍川の怨霊がこの世によみがえったと聞きました。元槍川で人を殺し回ってるそうです。聞いたことのない話だ。猛虎の仕業ではないのか。槍川様の呪いの話をご存じないのですか。でしたら琵琶法師に司祭を聞くとよいでしょう。元槍川にいるはずです。話を聞いて正体を突き止めよう。見つけました。沼の方へ行ったか。よし。方針とは長い付き合いのようだな。兄をいさめてくれました。方針はどのような層だ。佐護で流行り病のあった時、顔や手足が腐り、皆から見放された病人を進んで手当てするような男です。大した男ではないか。方針曰く僧兵は怒りに駆られていると。ですが私のなぎなたは少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。いました。お主は残れ。ソーラが捕まらぬようにな。スチェルバルチーナ。
おい、うどけくちゃん、俺を待ってる家族がいるんだ。蘇ったという侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。じきに戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。皆無事か。怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に。腕利きの薬師ゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと。方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。